そしてゲームキャプテンの門馬圭次郎。今日も活躍が期待されますレナルド・ディクソン。ゴール下そしてアウトサイド強さを発揮します32番の薄井博樹。今日は得点の鍵になるはずです。途中からの出場になりますが8番の LJ ピーク。今日は後輩駒澤とのマッチも楽しみ本村亮介。リバウンドはハミルトン。一旦外に出してもう一度決まった。これがメモリアル木田スリーポイント決定300回です。佐々木ここでナイスコンビネーションだが外れて、でも熊本にはローソンがいます。ピークから佐々木は打ちません。そしてここで本村が決めてきました。本村今日最初の得点はスリーポイントです。佐々木ピークが打ってきた。これも決まりました。 LJ ピーク今日すごい3分の3です。再び熊本ボール。少しターンオーバーが増えています。これも決まりました。スリーポイント4分の4。ローソンこれが決まらない。速攻に持ってきたい。伊藤からジャクソン、ここは決まった。ここでオフィシャルタイムアウトになります。もしかしたら狙っていたのかもしれません。そしてここですかさず門馬が決まりました。アリウープにローソンが行こうとしたがこれは決まらない。しかしセカンドチャンスは熊本。木田スリーは狙わずジャンパーできた。これが決まりました。まあそのプレーから重戦車というニックネームもあります。佐々木ここはドライブうまい。バスケットカウントにもなりました。3人そして4人目が来たんですがそこまあ2人のこの青森アジア特別枠としては最初の選手です。 LJ ピークドライブインがこれがバスケットカウントになりました。なプレー、このドライブインも決めてきています。ここ菊山がしっかりと決めてきました。菊山今日スリーポイント確率が2分の2 100% と当たっています。ゴール下欠かさずここは LJ ピーク決めてきました。熊本です。駒澤これが9得点目になっています。第3番ローポストからのパワープレー、これが決まった。ここもフルの厳しいマーク。伊藤シュート打てない。スリーポイントこれが決まりました。ギリギリ苦しい体勢のシュートではありましたがキープしたまま試合終了です。106対67熊本ボルターズ勝利。